スワローズファンの皆さん、こんばんは。本日もスワローズの話題について見ていきましょう。本日の動画は春季キャンプの2日間のまとめです。1. キャンプ全体のまとめ。 2. シートノックなど練習から見る展望。 3. 竹岡選手が絶賛されている件。 4. 投手陣まとめ。 5. 野手陣まとめです。当チャンネルはスワローズファンが作るスワローズファンのためのチャンネルです。取り上げてほしい内容や動画の感想をぜひコメントで教えていただければ嬉しいです。それでは本編を見ていきましょう。1. キャンプ全体についてです。初日は山田哲人キャプテンの円陣からキャンプがスタートされました。スカパーのキャンプ放送ではグッチさんと立山さんが解説とインタビュアーを務めてくれて、ファンにとってはめっちゃ楽しい時間となっています。全選手元気に声を出し、笑顔の多い練習となっているように感じます。笑いあり、やじあり、悲鳴ありの楽しいキャンプとなっており、見ているファンも楽しいですね。驚いたのが高橋投手へのインタビューで、投手キャプテンは自分じゃないですよとまさかの発言がありました。じゃあ一体誰なのかまで情報は出ませんでしたが、田口選手の後継者の発表に注目したいですね。それでは次にシートノックでの守備位置について見ていきましょう。 2. シートノックなどの練習から見る展望についてです。今回注目していたのは内山選手や北村選手らがどこのポジションで練習するかとても気になっていました。初めの2日間であったため大きく変更があったポジションはありませんでした。内山選手はキャッチャーの練習のみでしたので、今後の動向に注目していきます。新戦力だった増田は内外野の両方を行い、北村拓海はサード、西川はレフトでの守備練習でした。監督から外野手のシャッフル案も出ていましたが、サンタナがレフトに挑戦する可能性が出てきています。西川や浜田はライトでの起用が考えられます。今後実戦などでの起用が楽しみですね。ランチ徳田では塩見選手が参戦しスターの仲間入り。今年の目標はシーズンを完走することを挙げました。またグッチさんからのインタビューでは強引にトリプルスリーの目標が掲げられ、漫才を見ているようでした。今年も面白く元気に野球をやってくれることに期待したいと思います。 3. 竹岡くんが楽しみな件。初日のバッティング練習の時からグッチさんから竹岡くんを大絶賛しており、いつでも実戦に行けると評価されていました。バッティング練習ではセンター方向を中心にシンプルにバットが出ており、良い当たりが続いていました。また守備練習からバッティング練習までずっと長岡くんと並んで練習していました。明らかに競わせているのが分かり、解説でも2人が喧嘩しないか心配していました。2日目の最後にはグッチさんから監督へのインタビューでは、竹岡くんの成長を感じている、長岡もうかうかしていられないと評価していました。ショートとして守備では長岡のが一歩リードしていますが、バッティングでは今年結果が求められる年となっている長岡、それに対してバッティングで結果を残せればチャンスが大いにあり、挑戦者として挑める竹岡という状況になっています。2人で激しいポジション争いができるというのは本当に贅沢なことだと思いますし、ファンからしても2人とも使ってほしい気持ちになりますよね。今後実戦でどのような結果を残すか注目していきましょう。 4. 投手陣のまとめです。この2日間で1軍メンバーは全員ブルペン入りしました。ブルペン入り一番乗りはベテラン石川投手。昨年は石山投手がうっかり1番に入ってしまい、立山さんに大事なことだから忖度してねと笑いながら怒られていました。新戦力組の情報では加山投手がいい意味でソフトバンクよりピリピリしていないと言っていたことや、阪神の近本、中野を意識していることも明かしてくれました。エスパーダは素人から見ても初日から本気で投げているように映りましたし、フォークを投げたりと気迫のこもった投球を見せてくれました。中村がキャッチャーを務め、横から見ていた時は大丈夫かなと思ったそうですが、実際に受けてみると手元で伸びており、
まっすぐがまっすら気味に来るボールらしく、結構厄介なボールを投げると評価していました。宮川投手については、立山さんからヤクルトにはいないタイプと評価されており、パワーカーブが魅力で、スタミナ次第では先発でやるんじゃないかと予想されていました。ルーティンについては、投げる前に上を向くそうなんですが、決してだるそうにしているわけではないそうですので、勘違いせず応援してくださいと答えていました。また、見た目はめっちゃこわおもてな感じなんですが、ものすごく人見知りらしく、インタビューもとても緊張されていました。これを見て、神宮でのヒーローインタビューが楽しみになりました。先発かリリーフかまだ未定だそうで、どちらにせよ楽しみな投手が入ってくれましたので、今後期待です。次に、故障から復活された奥川くんについてです。ブルペンでは、キャッチャーを膝立てての状態でまっすぐを、スライダーは座らせて投球していました。一球一球、呼吸など細かいところを確認しながら実施しており、終わった後には笑顔も多く見られました。インタビューで状態について聞かれ、もう万全ですと笑顔で答えてくれました。第3クールに実戦の予定があるとのことですので、注目ですね。他には、立山さんがインタビューで小川投手に今年で98勝するのか聞いたり、石山さんの良さを引き出そうと連日今日の石山というプチインタビューをしたりと、とても面白いインタビューをしてくれて、ファンにとって最高の時間が流れています。本当に立山さんはスワローズファンなんだなと思わせてくれる愛情を感じます。5野手陣のまとめです。主力組の青木や山田、西川、村上、オスナ、塩見、中村はランチ特打を終えると室内球場で黙々と個別練習。村上は連日守備練習を実施し、2日目には西川も参加していました。浜田や丸山らヤングスワローズ組はきつそうなバッティング練習などを叫びながらこなしていました。良かったのが、ソフトバンクから加入した増田選手、グッチさんからも内角のさばき方が良く、パンチ力があると評価されていました。内外や守れるプレイヤーは宮本や赤羽もいますので、ここも競争が激しいポジションとなりそうです。北村慶吾はバッティングフォームが中田翔そっくりで、めっちゃかっこよく雰囲気がありました。期待の大砲が実戦でどれだけの成績を残すか、どこを守るのか、非常に楽しみです。最後に、西川選手、めっちゃイケメンで、思ってたより筋肉もりもりでした。スワローズでも人気の出そうな選手ですし、本当に外野のポジション争いが激しく、一番熱いポジションだと思っています。早く実戦の西川を見たいと思います。連日のキャンプ情報をお届けできるように頑張ります。ご視聴ありがとうございました。